今日はこちらです、はい、じゃじゃん、高松の宮記念組と2番人気、うん、そして2つ目外国人騎手、最後は迷った時はロードカナロア3区です。はいはい、詳しく教えてください。はい、お任せください。まずはこの高松の宮記念組と2番人気なんですけど、ここ10年の KO 杯スプリングカップで馬券圏内に入った30頭の前走をチェックしてみましょう、うん、この高松の宮記念組が強く6勝2着3回3着3回柵外は19回でした、はい、今年は2頭出走してきたので注目したいです。はい、東進マカオとウィンマーベルですね、うん、東進マカオは高松の宮記念で構想しましたし、去年の2着馬ウィンマーベルは G1 で2着もある馬ですから、うん、狙う価値はあります。まあ、強いですよね。で、2番人気は走る。2番人気は走る。もう走る、はいはい、ちなみに、ちょっと今、人気だけ見ます。東進マカオとレッドモンレオ。そうですね、ちょっと並んでますね。東進マカオ4。最終的にレッドモンレオかな。続いて外国人騎手ですけども、うん、はいはい、このレースはですね、近年外国人騎手の活躍が目立つレースでして、昨年こそ4着6着と馬券圏内には入ってきませんでしたけども、そこまでは7年連続で馬券に絡んでいたんですね、うん、今年はお二人の外国人騎手が参戦していますので注目したいです、はい、モレイラ騎手のソーバリアントと押谷騎手のフルパレイト。ソーバリアントもね、モレちゃんにしちゃ人気はないですし、うん、大穴でプルパレイもね、このコースは得意ですからね、面白いですよね、はいはい、そして最後の迷った時はロードカナロア3区ですけど、ロードカナロア3区は近年この KO 杯スプリングカップと相性が非常に良くて、ここ4年連続で馬券に来て絡んでいます、はいはい、まあ、2020年は上位独占もありましたので、この東京芝 1400m コースの成績も過去5年で30勝と、2位にはなんとですね20勝の差をつけるダントツであります、うん、今年はなんと5頭も出走していますので、2020年のような上位独占があるかもしれませんので、迷った時はロードカナロア3区いかがでしょうか。はい、ロードカナロア3区はリュメールノワル、レッドモンレーブ、グランデマーレ、ダノスコーピオン、名勝チタン、どれもありそうな雰囲気ですよね、キャプテン、人気どころと穴とちょうどいいバランスでいますよね、うんうん、はい、そうなんですよ。ということで、信じるか信じないか、どれに乗るかはあなた次第です。26歳もよろしくお願いします。あららら、可愛らしくて、まあ、うん、いいじゃない、ちょっと可愛くなっちゃって恥ずかしい、ね、はい、すいませんね、はい、はい、